4月5日午後4時30分ごろ、米軍ジェット戦闘機が東京とか町田市の商店街に墜落。現場は直径15メートル、深さ6メートルの大穴が開き、死者4名、重軽傷27名を出す惨事となりました。家の下敷きとなり九死に一生を得た吉田さんは、女房も瞬間にも即死しちゃってたからね、手探りでもって、まあ、女房の背中へ手が回ってたからね、まあ、撫でては見たんだけど何とも受け答えがないもんでね。もう翌6日日米合同の現場検証が行われました。しかしパイロットは無事に脱出しただけに、近くには畑もあるのにと犠牲者や近所の人は強い不満をぶちまけています。こうした中でジョンソン大統領は異例のメッセージで遺憾の意を表明。悲嘆に暮れる遺族の姿が涙を誘いました。